羽ばたいてまいりました。はい、落ちたといえばもう量産でございますよ。熱くなったね。日本の真似でちょっと僕今日やってきましたけど、なんでやねもうどないやね。来年はチーズロックやるのかやらないのかちょっとまだ未定なところではありますけれども、今日の荒瀬のこの、行動に胸熱くなって、先輩としても黙っていられないと、黙っていられないと思った。ここは2022年こうなんか起こりそうな仕掛けてみようかね。なんかそうね、このコロナ禍何とも言えないような状況をなんか過ごしてね、どうなることやらみたいなちょっと不安にも駆られた私たちではいましたが、ステージに立って改めて考えさせられる、はい、あもうここで行きたいんだというのをね、もう何度も何度も同じことを自問自答してきてはいるんですけれども、それを今日もこれは強く思いました。ありがとうございます、はい、いや本当によく頑張った。ありがとうございます。まだ寿司ステージやってないです。これから本当に、はい、あのセッション次控えてます。はい、了解です。よろしくお願いします。はい、任せておきます。じゃあ3番、りょうさんでした。Tokyo Borderless TV